こんにちは、ごご視聴ありがとうございます。今回はドイツの異端児ロックの精神を心条に上げる工具メーカーベラさんのいろいろ入ったツールチェックプラス紹介したいと思いますビットが29本ソケットが7個ビットドライバーとビットラチェットが1つずつそれに適合するビットホルダー兼エクステンションまあごちゃっとたくさんの道具が1つのホルダーにまとめられた製品です欲しくなりますよねこういうの道具好きガジェット好きの心をくすぐる製品に思います ワールドインポートさんで八千七百七十八円で売ってます。これ一つで何でもできちゃいそうな充実っぷり。しかもそこそこコンパクト。E. D. C. には大きいでしょうが、車載や緊急用の道具として輝きそう。インプレッションお伝えしたいと思います。全体像はこんな感じ。百八十五ミリかける九十ミリ。厚みが二十五ミリくらい。ポッケに入れるには大きいですが、荷物になるってほどでもない。 バックに入れておく、デスクの引き出しに入れておくのにちょうどよさそうな大きさです。このベラのボタンをスライドするとピョンと倒れてビットがずらっと出てきたり、押さえのプラスチックをスライドするとハンドルが取り出せたり、芸が細かいですね。満足度は高いです。ビットの入り組みはこんな感じ。私の使い方、バイク触るなら大抵のことには対応が可能です。ビットのハイトはすべて25ミリ。他社品を入れるなら27ミリくらいまでなら収納ができそう。 対して横幅は結構カツカツで 8mm のヘックスがこんな感じになってます。細いものの横に太いものを入れるなど工夫をすれば 10mm 系くらいまでは収納は可能かもしれません。ソケットは5 5ミ、mm、リから1 3ミ、mm、リまでベラお得意のマルチカラーになってます。7mm、10mm の見分けが難しいのはご愛嬌。6ポイントの面接触タイプ、ネジに当てた感じは普通なソケットです。対して差し込み側は独特でディンプルが一般的なものより下に切ってあります。 はめてみますと、わずかに浮き上がる感じ。相性があるソケットです。付属の渋い差し込み変換ビットに入れてみても、多少浮きます。他社品のプッシュリリースと組み合わせますと、外すときに引っかかる感じがあり、癖のあるものとなっています。ベラは差し込みが独特ですよね。8004番の B、サイクロップのラチェットハンドルも、他社メーカーのソケットと相性問題があります。バランスが好みで欲しいハンドルなのですが、相性問題が原因で今のところ見送っております。 そのディンプル位置はベラの意図した何かがあるのかもしれません。付属するラチェットハンドルは全長87ミ、mm、リ。ベラ独特のデザイン。切り替えレバーまでこの形、こだわりを感じます。かなり短いですね。大きなソケット、13ミ、mm、リは対象のネジ、強度区分にもよりますが、オートモーティブの場合は回しきらない可能性すらあるでしょう。ギア数は60。音が湿っているというのか、個人的に好まないフィールではありますが、実用に何の問題もありません。 空転は重ため、切り替えレバーの操作はしっかりとした感じ。経験則からギアラチェットタイプの道具は同じメーカー品であっても音が違ったり、空転や送りの重さが違ったりと個体差を持つイメージがあります。そこまで大きくは違わないでしょうが、そういったところまでこだわる場合、実物を確認してからの購入をお勧めいたします。耐久性についてはわかりません。そこまで高トルクには耐えないでしょうが、サイズがサイズですから普通に使う分には問題は起きないでしょう。 ラチェットの横にはエクステンション代わりか、ロッキングのビットホルダーが付きます。シャンクは六角軸。レンチかけることができますのでトルク不足を補える、緊急時に助かることもあるかと思います。一番端にはビットハンドルがセットされています。ビットのキャッチはマグネットタイプ。結構しっかりと保持をされます。おもちゃみたいなサイズではありますが、グリップはしっかりといつものベラ。 握りやすいかな。まあ、サイズがこれですから、力を入れることはあまりできませんが、手のひらが痛いとか、嫌な印象はありません。以上が、しっかりとした樹脂製のケース、というか、ホルダーにまとまります。ハンドルもビットソケットもワンタッチで取り出せる、よくできたホルダーです。ソケットだけ取り外しにコツがあって、引き抜こうとするとかなり大変。倒すようにして取り外す感じとなります。ホルダーの背面にはベルトフック付き、車載するときに動かなくするために使えそうですね。 しかしこれのおかげでソケットが抜きにくく感じますので私は外しています。ビット収納の裏部分にポッチが見えますのでそれを押しながら下に引き抜けばすると外れます。この部分を改造してさらに道具を収納できるようにするものをつけたりしたら面白そうですね。ちなみに2021年秋にマイナーチェンジが発表されており、ホルダーが少し変わるみたいです。パッと見、特徴的なベラボタンがなくなりました。 どのようにしてビット収納部分開くのかは分かりませんが少しコンパクトになった印象でより簡単なアクセスをうたっています現状より勝手が悪くなるということはないでしょうが特徴的なベラボタンのギミック気に入っていましたので廃止されるというのは残念に思いますさてツールチェック使ったインプレをと言いたいところなのですがこれ使った記憶がないですね最初はバイクでどっか行く時のお供にと考えていたのですがかさばるんですよね持って行ってないんです やっぱでかいんですよね。微妙なサイズソケットいくつかとスピンナーハンドルレンチ数点をバラッと持っていった方がお手軽に感じています普段使い用にビットを入れ替えて特殊なネジ用にという使い方も考えましたが同じようなこちらのビムツールズのセット持ってまして変わったネジが出てきた時はこっちを使いますからその向きにも活躍の場はなく使ってないって考えるとちょっと寂しいですね 工具好きで興味本位でこれ買って同じように使ってないという方意外と多いのではないかと想像しています。ベストな置く位置とか使い方が見つかれば、まあとにかくハマればがっつり使えそうに思うアイテムではありますが、私は今のところ、というかかなり長い間になりますが、この道具置くべき場所が見つかっておりません。まあしかしそれでは動画としてはお粗末なのでインプレするためにちょっと使ってみました。 私の用途、オートバイメンテンには、まあ、使うのがちょっと大変な道具かなと感じております。やはりハンドルが短すぎるんです。15ニュートンから20ニュートンくらいの締め付けネジになると、緩めるのがだんだんと厳しくなってくる。体重をかければ、もう少しのトルクも緩めることできるでしょうが、怪我の心配も出てくる感じ、何か延長をかけないと M8 のボルトというのは厳しいと感じます。ですから、プラスして150ミリのスピンナーハンドル、一緒に持つこと、お勧めします。 トルクをかける作業ができるようになりますし、ある程度奥まで届くようになります。例えば、4発のキャブレターを外したいとなった時に150ミ、mm、リのハンドルがあれば、もしかしたらリーチが長くなりますので、インシュレーターのバンドを緩めることできるかもしれません。それから、エクステンションも1本欲しいと感じます。付属します短いエクステケンビットホルダーがなかなか使いづらく感じました。 先端が太くなるというのも理由ですが、先の部分がこれくるくる回るようになっていまして、ラチェットにつけた場合に指で送れないんです。こういったオーソドックスなタイプの方が使いやすいと思いました。こっちも入れ替え、もしくは1本足すこと、ぜひお勧めします。ビットの入り組みも個人的には合いませんでした。フィリップスやポジドライブが多すぎて、うん、この辺の予備はいらないかなと感じています。予備を入れるにしても違う種類を入れておきたい。 私の場合は予備を削ってトルクスですとかマイナスを充実させたりあとはトルクスプラスを新規で追加した方が使いやすいと感じました買うときにビット選べたらいいですよねお値段据え置きでビットが選べたらビット自分で入れ替えるというのもなかなかお金かかりますから選べるようになったらさらに良い商品になるのではと感じました気づきというか要望というかホルダーの背中側が結構余っていると感じています私はベルルトホルダー外していますのでなおさら。 このホルダー部分を生かして別部品の販売があれば面白いかなと感じています例えば電池を2本くらい持てるホルダーですとかスピンのハンドルとエクステンションを加えることができるホルダーとか拡張モジュールのようなものがあったら面白いと感じました個人的に車載するには小さすぎるし携帯には大きすぎると感じています中途半端に感じていますので基本のボディはもっと小さくしてそこにおのおの必要なものを足していけるようなホルダーになったら面白いと感じました ベラのわがままセットツールチェックプラス。使ってないのでなんですが、コンセプト、アイデアは素晴らしいと思います。これだけの機能をこのサイズに収めたというのは素敵。初めての工具という方から円数さんまで広くおすすめ。道具が充実するまではこのマルチっぷりはありがたいですし、揃ってきてからは中身を入れ替えることでさらに輝きます。プレゼントにもいいですね。男の子ってこういうの好きだよねってステレオタイプにバッチリハマる感じのアイテム。 将来的には余してしまう可能性もまあ確かにありますが手にした満足感はなかなか高いアイテムに思いますおすすめしたい製品となってましたご視聴ありがとうございます当チャンネルではこんな感じに道具の紹介していますお時間許しましたら他の動画も覗いてみてください再びお会いでいきますことを願っておりますそれでは次回までまたね